ケベン・メアラムケベン・メアラムは、ニュージーランド出身のラグビー選手。ポジションはフッカー。1979年3月20日、ところアで生まれる。身長181センチメートル、体重106キログラム。アオレレ・カレッジ卒業。在学中の1995年に、ラグビー16歳以下ニュージーランド代表に、1996年には、高校代表に選出。 この時のポジションはフランカーだったが、その後フッカーに転向。1999年、ニュージーランド州代表選手権のオークランド州代表チームに入り、ノースハーバー戦でデビュー。2000年、21歳以下代表とニュージーランド A 代表に選出される。同年スーパー12のブルースに入り、2年後の2002年にチーフスへ移籍。同年、 オールブラックスに初選出11月23日のウェールズ戦でデビュー2003年スーパー12のブルースに戻る2006年のスーパー14からはブルースのキャプテンを2008年のスコットランド戦ではリッチー・マコーに代わり代表キャプテンを務める2005年のブリティッシュアイリッシュライオンズ・ニュージーランドツアーでの6月25日のオールブラックス戦で ライオンズのブライアンをドリスコルが肩を負傷、オールブラックスのキャプテン、棚馬がトメアラムが危険なタックルをしたとして、イブの審議にかけられるも処分保留。2010年のイングランド戦では、相手選手に頭突きをして、イブが審議、当初は4週間のところ2週間の出場停止処分を受ける。ありがとうございます。